シーズンオフになりますね。あっという間でしたね。なんかこの誰もいないグラウンドを見ると、改めてちょっと寂しさもね。<laughs> うん、寂しいですね。あ,あるかなと思いますけどもね。いいうん、最終節終わっての収録が今終わったということで、はい、ちょっと試合の話できなかったんで、はい、最終節広瀬さんどう見ましたか。まあ相手はまあもう。 その昇格も降格もないっていうある意味こう、中ぶらりんなところで、はいまあ、こっちとしては、まあ、なんとか最後勝って、ね、終わりたいというところで、はい、やっぱ入りはすごく良かったと思いますし相手のミスでしたけど、まあ、そのミスを誘い出すようなプレスをはめるっていう、はいまあ、そこはできてたんですけど、まあ、その後の失点とか、ね、含めて、まあ、やっぱり今年らしいなというか、うんはい、そして、またいい形る作るけどやっぱ得点まではいかないというところは。うん うん、まあやっぱり1年間のその結果っていうのが、はい、まあまた現れたようなゲームだったのかなといいううふうに思いますねあのお伝えした柳下監督のインタビューとかあの挨拶本当に一部だったんですけど、はいうん、やっぱりこうカウンターが持ち味のチームだって んだけれどもああのまあ、技術のある選手を入れて新しいスタイルを模索する中でどっちもあまりうまくいかなくなってしまったというような話をしていたり育成をしながら勝ち続けるっていうことが今年に関してはちょっとうまくいかなかったとか、うん、そういったこともなかなかあのシーズンの途中にはお話しいただけなかったようなことを、うん、あの最終節の後には結構お話しいただいて、うん、で私カメラをしながら質問をいろいろしてたんですけど。 もうずっと泣いちゃいましたね。うん、何泣きなんでしょうね。ああいうのって。寂しい。寂しいのかな。な何なんですかね。何泣きなんだろうと思いながらでも、もうずっと泣いちゃいました。なんかずっと監督結構ツンツンしてたじゃないですか。<laughs> はいはい、インタビューか監,監督インタビューとかでも。結構そっけない感じとかあったりしたのに、うん、最後にこうやって自分の思いっていうか。うん、こう思ってたんだよっていうのを伝えてくれたから、なんかその。 あそう思ってたんだとか言うので結構来ましたたたね,、うん、ああねちゃんんと考えててくれだだななみたい,、うん、いだからあとは1年で終わった監督だったらブー、うん、イングとかあったかもしれないけど、うん、長く続けてきたことでそういう監督が思ってたようなブ員イングが起きなかったんじゃないですかという質問をさせていただいたんですけど柳下監督はまあ長く率いて自分たちのスタイルを確立していい成績を残して 初めて感謝されるものだから、うんうん、自分はあの感謝をされるに値しないっていうふうに思っていた、うん、ということもあって、うん、ブーイングが起きなかったっていうことに、うん、なんかこう涙がこらえられなかったというようなお話とね、うん、米沢社長の顔を見たらぐっ、うんはい、と来てしまったなんていう話もしてまして、うん、なんかそういう人間らしいところにねそうですね人間らしい。な<笑><笑> でもそれをこうシーズン途中に出さないところも、うん、またやっぱプロの監督の姿ってこういう、うん、あの柳下監督の思うプロ監督像っていうのは、うん、そういうことなのかな、うん、柳下監督っぽいですよね、うん、そういうのは、ね、<laughs> なんかもう分かってきました <laughs>、はい、<laughs> やっとシーズン終わりにかけて、はい、あ,ありがとう 声かかってましたね、まもちろん中にはやっぱり降格させてしまったからそういう気持ちにはならないという方もたくさんいいたたと思ますだ、中にはそうやって感謝の気持ちを伝えるという方がいて相対的に見てやはりああいう弾幕を出してくれたりとかっていうのは金沢のサポーターの優しさっていうのがすごい現れたシーンだと思いますね。そうですね複雑な気持ちの 中でも、やっぱりそこは感謝を示そうっていう、こになったっていうことです。だと思います。あれですね、林選手のゴールで始まって、林選手のゴールで終わったんですよね。今シーズン。なんか、そう、頭と。林正道。道、何点取ったん。七点。七点。いや、全然満足いってないんだろうな。もっといけると。最低でも、二桁は。まあ、出場時間が限られたりとかもあったり。 やっぱ海の苦しみってありますねサッカーのスタイルを変える良さが消えてしまうっていうだから昨シーズンの最後の方の攻撃的にはいい形を持ってそのまま新シーズンに行くと思ったらもうガラッとメンバーのやり方も変えた結果あんまりうまくいかなかったっていうまあそれもおっしゃるとおり海の苦しみっていうことですよね結局ね。あとはその育成で まあ毎年、誰かこうルーキーだったり2年目の選手がバーッとこう台頭してくるんですけど、はいうん、まあ今年に関してはやっぱり経験値のある選手の壁は打ち破れなかった、うんうん、まあここもやっぱりねそういう新しいニューヒーローっていうんですかそういう方、人が出てくると結構チームで勢いづくんですけどあ今年はやっぱり出てこなかったなっていうのはう、ね、まあつ要因の一つかな。 それも場を与えることによって成長していくのか、うんうん、やっぱ自分で掴み取らなきゃいけないのかっていうのもあるし難、うん、難しいなああ難しいいなですよだそ,そういうのもろもろ考えると、うん、なんか例えば監督とかこの選手とかを攻めてもしょうがないっていうようなところもちょっとやっぱりあるから結果としては納得いけないけど。 まあ頑張ってたよねっていうのもあるし、うん、とかってそういうことなんですよね、うん、なんかいろんな思いがあるのかなと思いますねだから何の涙かよくわかんないですよ、ね、あそうかもしれないですね納得したそうです、ね